おはようございます、もぐらです。ついこの間ここ綺麗に草刈りしたんですけど、雨が降って一気に草が伸びました。気温が上がってくると雨が一回ザーって降るともう一気に草が伸びちゃうんですよね。で今までどうしてたかっていうと、冬の間はここに見えるこのまっすぐ、コンクリートのラインがこうツーってありますよね。ずっとここを通って体操選手みたいに歩いて行ってたんですよ。ただ今もうここ行ったらもう草ぼうぼうなんで蛇がいっぱい出てくるんですよ。向こうが逃げてくれたらいいんですけど、逃げなかった場合戦いになる時はあるんですよ。で青大将とかシマヘビとかだったらもう無視していくんですけど、毒牙を持った毒蛇が現れた時がちょっと、危ないんですよね。まあヤマカガシとかモグラじゃなくてマムシですね。ヤマカガシとかマムシがいると思うんですけど、でヤマカガシはもうほぼカエルしか食わないんで、まあ、あんま気にしなくていいかなと。性格もおとなしいからいいんですけど、マムシ踏んづけたらちょっとやばいんですよ。だからあそこのメダカのハウスはもう、裏を返せば結構天然の要塞みたいな感じになってるんですよね。ヘビはなんかたまたま出会うとかじゃなくて、もう普通にいっぱいいるんですよ。ここに今見えないですけどね、カエルが無限にいるからヘビも無限にいるんですよ。だから泥棒が来ても結構、大丈夫かなって思ってるんですよね。セコムより安全な気がします。でヘビだけじゃなくて、ハチとかマダニとかもいるんですよね。だからうかつに近づかない方がいいかなと思ってて、で草が生えてない冬だったら、夜はイノシシが出てくるし、明け方は野犬がいるんですよね。昔じいちゃん足食べられたりとかしてたんですけど、だから、いろんなものがいるので気をつけてください。ということで今日はまあヘビ対策として、こっからあそこのビニールハウスに向けて除草シートをブワーってまっすぐ、張ろうかなと思います。だから周りの草がブワーって伸びてもシートのところだけ草が生えないから、こう道が、なんかモーゼが海をパカって割った時みたいな感じで、あのハウスに向けて道がスパッと一本できるから、いいかなと思います。でまあシートを張るのに、ちょっと人手が足りないということで、今日はタスケットが2人来てくれてるので3人で力を合わせて、やっていきます。じゃあ早速やります。とりあえずこのハウスの横のところの草を今引いてます。鎌でこの2人に取ってもらって、で元々打ってたピンをこうやって上げてます。で抜いて打ち直します。お尻がふみふみ。じゃあ草が綺麗になったのでシートを張ります。はい、だいぶ暗くなったんですけどシート張りました。最後ちょっとここだけ足りなかったんですけどね、あそこでドリルが草を買ってくれてます。こういう風に、おっと指がちょっとこういう風になってます。でこのピンを打ち込んでますね。ここもともと昔田んぼだったんで柔らかい土なんですけど、30センチの長いピンを買って打ってます。こういう風にヘビに噛まれることなく、戦わずしてこっちまで来れるっていう風な作戦にしてます。そして引いた草は全部買った草ここに入れてます。この箱、ここ顔があるんですけど、この顔の中てか、まあ、頭の中に入れてます。で踏みつぶしてまたいつか、どうにかするっていう風にしてます。それからこのハウスのパイプを刺してるところ、ここはシートに穴が開いてるんですけど、でそっからセロリみたいなやつがいっぱい生えてたんですけど、これも綺麗に取ってもらいました。はい、じゃあ、これでビニールハウス周辺のヘビの対策はおしまいです。じゃあ今日は終わります。ありがとうございます。